とりあえず僕が10回できるということを証明していきます。しゃ、はい、というわけで、まあ、検診について2、3分でまとめたんで、瞬殺で説明していきます。何回、今現在何回できるかにもよるんですけど、まあ、僕も最初から10回できたわけじゃないんで、僕がやってきたことをまとめた動画がこれになるんですよ。だからまず順番にいっていきます。はい、もう懸垂だけじゃなくて全ての種目で言えることなんですけど、とりあえずは正しいフォーム、フルレンジがもう大前提なんですよ。まずそこから固めてください。で、特に大事なのがストレッチ。ストレッチはこうぶら下がってちょっと背中に力入れれば、ストレッチもこれで今かかってるんで、で、僕の持論なんですけど、ストレッチがかかれば収縮も勝手にかかる。ストレッチすれば筋肉は勝手に収縮の方に向かうしかない。ストレッチからさらにストレッチにはかかんない。だからストレッチがちゃんと効かせられれば絶対収縮も効かせられるんですよ。ていうか、まずこれができないと絶対いつまでたっても懸垂の回数も増えないし、筋力も上がらないし、ま、どうかな、前腕とかは若干力はつくかもしれないですけど、とりあえずはフルレンジを意識してやってみてください。ワイドスクワットを1種目目にね、持っていくといいんですよ。ワイドスクワットを1種目目にやると回数はこなせないよ。普通のベーシックな手幅の懸垂が、まあ、5回以上できるんだったら、ワイド懸垂にして、あれ、俺今ワイドスクワットって言ってた、ワイドの懸垂にして3回ぐらいしかできないとしても、ワイドで1種目目はやる。やってみると分かるんですけど、ワイドにすると結構大円筋効きやすくなる。しかも結構きつい、ベーシックな手幅よりも。でワイドで1種目目やって、2種目目にベーシックのちょっと狭めにした懸垂をやるとすごい軽くなるんですよね。軽いので、当然ワイドにして、まあ、さっきは3回できればいいって言ったけど、実際はもっとやってほしいです、本当は。どうしろ中年っていう話なんだけど、それは、ハンドつければいいんですよ。地面に蹴ってやれば。地面を蹴っ、まず、こう、1、2、3で、限界来るじゃないですか。限界来たら、蹴る。蹴ってネガティブだけで効かせる。この多分今言った正しいフォーム、そしてワイド懸垂をやっていれば、それをね1ヶ月ぐらいやってれば、ベーシックな手幅での懸垂は、まあ、8回ぐらいは行くんじゃないかなと。体重にもよりますよ、もちろん。体重によって全然難易度変わってくるので、体重にもよるんですけど、まあ、それを続けてれば、どうかな、早い人は1ヶ月ぐらいでもう8回ぐらいできるんじゃないかな。はい。で、それで8回できるようになりました。こっからがね、長いんですよ、結構。意外と10回できないんですよね。8回ぐらいまではいけるんだけど。で、8回まで来たら何をするかっていうと、ちょっとでもいいから加重してやると、また刺激が変わっていいと思います。はい。何でもそうなんですけど、ずっと同じことばっかりやってると慣れるじゃないですか。まあ、だから、ちょっとでもいいから、重りを増やしてあげれば、また伸びると思うんですよ。で、それをまた1ヶ月続けてれば、多分10回上がるようになってると思います。はい。はい、まあ、そんな感じです。はい。そこまでね、難しいけど、最初は。多分10回の壁は、そこまで難しくないと思います。まあ、今説明した中で一番大事なのは、やっぱりフルレンジ。正しいフォーム。あとは、まあ、おまけみたいなもんかな。はい、以上です。